賞ありがとうございます。今の時代は日本君だ。直訳すると力が抜けたというか、まあ、努力してない感じでしょうか。はい、まあ、肩の力が抜けて着崩したスタイルっていうのがファッションでは言われています。ファンデーションはもう限りなくヌードメイク、本人が塗りたいって言っても。眉毛は太い、昔からあったかのような太い眉毛。リップは厚めでセクシーにでしょうか。カットはイレギュラーな長さを混在させながら、自然な動きが生まれるように。カラーは光、そう、ローライトを入れることで影って意外といい感じに立体感を生み出します。だから仕上げは光沢感。パーマは大小さまざまなロットを巻いて、くせ毛のような感じでしょうか。自然に作るほど実は作り込むことだなと今回も学びました。この後もお楽しみください。
今日はありがとうございます。